やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと。はい、今日は、じゃん。たまきオリジナルタロットの絵を見つつ、大アルカナの絵の説明をするの後編でございます。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、何月何日何時から受付するよっていうのをアナウンスしてますので、その通りやると 100% 取れると思います。はい。では今日も行きましょうか。日にちを間違えたね。今日はもう22日だ。よいしょ。さて、行こうか、どんどん。はい。運命の輪ですね。もうちょっと大きくできるかな。10番目、運命の輪行きます。これ難しいよね。いっぱいいろんなものが出てきて。すごく、非現実的で抽象的な絵です。この、大アルカナの中で。ね、人物もいない。その代わり、エジプトの像が載ってます。で、神秘的なシンボルが書かれた、このね、車輪があって、カードの四隅には本を読んでる天使と三頭の、この翼を持ったね、動物たちがいます。で、初期のタロットではほとんど多くの人がね、この四つの生き物を、聖書の四人のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネだと考えてたんだって。でもまあ、結局のところ、これらが象徴してるのは、四つの、星座。天使が天秤座。天使が天秤座。つまり、風。四大元素。風ね。で、わしこれだよね。わしが、サソリ座。サソリ座は、水ね。水。で、ライオン。ん？これか、ライオン。なんか馬っぽく見えるの。ライオンは、これね、獅子座、火ですね。はい。で、もう一つ、お牛が、お牛座。これは地ですね。だから四大元素、火、水、風、地を表してます。この出真ん中の車輪、これをね、なんか、約束された輪廻転生って見る人もいるんだって。で、ここにいる蛇いるじゃん。蛇は、エジプトの神、セト。ギリシャではテュフォンって呼ばれてんだって。って表してて、死の破壊を象徴してるんだって。で、これ、この赤いの、右側にいるのはエジプトの神、アヌビス。アヌビスは死者の魂を新しい地へと導いてくれる。で、車輪の上のスフィンクスは、真実の剣を手に持ってて、死と再生、日々の生活での浮き沈みはすべてこう、内なる、自分の内側から生じるんだっていうことを私たちに教えてくれてる。っていう感じらしいよ。あとね、車輪の上のシンボル、これあるじゃん。なんかいろいろ書かれてるじゃん。コンパスの針の上のサインは、錬金術的な変容に必要な物質を意味してます。水銀、北には水銀、東には硫黄、南には水、あ、ここでか、このコンパスは、これだね、この絵が。水銀、硫黄、水、西が塩、なんかね、意味してて、周囲の水、ね、上下左右には英語、タロで、その間にはヘブライ語が書いてあって、ヘブライ語が綴ってるのは、テトラグラマトン、神聖四文字っていう四文字なんだって。難しいね。難しいね。で、その四つの、文字が表すのは、さっきのと同じよ、違う。四大元素とは違うんだ。四つの数と、四つのコートカード。コートカードって、手話とかなで出てくるんだけどね。それを表してるんだって。で、英字のタードは、ラテン語で輪っかの意味。タードはタロットイコールタロット。あと、なんかね、順番で、こう読むとタドでしょ？違う順番で読むと、オーラット。こう見るとオーラット。ラテン語で話すの意味。こう読むとトーラ。トーラはヘブライの法律。で、アトール？エジプトの愛の女神となります。で、タロットの輪が語るのは愛の法っていうわけだそうですよ。ねえ。むちゃくちゃこれだけの象徴みたいなのが盛り込まれているのでね。難しいですね、運命の輪。全く予期しない運命の転換みたいなのをね、表してますね。はい。続いて、正義。
正義ね。11番、正義は大アルカナの中間点に位置してますね。22枚あるからね。このカードの前に10枚、後ろに10枚あります。この天秤が表してるのは、人生を整理して順序立てることとか、こう対立物として見えてるものをまとめるとか、その両方する必要があるよっていうことです。女教皇みたいに2本の柱があるのが特徴ですね。で、こう、女性です。これ女性です。女神なんだけど、両性具有的です。男性的でもある女性です。で、カーテンを背にして2本の柱の間に座ってるでしょ？で、1本の腕を上げて剣を持って、もう1本の腕を下にして天秤を持っています。で、このジェスチャーはね、この赤いローブと共にいた魔術師、マジシャンのカードを思い出しますね。で、今にも立ち上がろうかとしてるかのように、この片足がこう見えます。このカードが表してるのはね、自分の人生を正直かつ公平な目でちゃんと見つめ、そうすることで自分を過去から解放する能力みたいなものですね。あとは長い時間をかけて積み上げられた罪悪感とか恐怖とか怒りも含まれますね。まあ、あと、訴訟的な、まあ、本当に裁判的な時にも出るけどね。はい。正義でした。はい。吊られた男。吊るされた男。吊るされた男ね。不思議なカードですよね。初めて習うと逆じゃないのみたいなね。吊るされてていいんです。謎めいてるカードですね。はい。上下逆さまなのはもうまさにこれが必要なんですよ。前の11で正義で真実を得て自分の人生をひっくり返してひっくり返ったんです。で実はね、この人ね、そんなに苦痛な顔してないんです、顔。リラックスして晴れやかなんですね、結構ね、顔が。で、社会からの意見もあんまり気にしてないです。で、多くの人はこのカードをこうね、ネガティブに捉えて、なんか身動きが取れないとかね、行き詰まるとか、犠牲とか、ね、なんか苦痛とか、そういう風に読む人もいるんだけど、顔の周りがこう、黄金に輝いているでしょ？彼はこう、最も深い精神的、霊的価値の大木に自らをくくりつけて、いいんですよ、これで。これでいいんです。こうやってね、ひっくり返ってみるかのように私たちは自分自身をこうひっくり返して今までとは逆の見方で人生を眺めたりね、挑んだりしなきゃいけないよ。みたいなね、メッセージが感じられますね。あと、十字型のこの姿勢、こうなんかね、十字型の姿勢は、隣のね、正義と死神、死の間のバランスをとってることもわかるし、縦のライン、縦にこう並べると、上にね、強光、下が太陽が来るんだけど、なんかそういうのももう関わってきます。ということでね、こう、自分をひっくり返すことで、深い価値観やスピリチュアルな啓示等のね、喜びにいつか出会えるんじゃないか。そんなことを予感させる、吊るされた男でございました。はい。はい、続いて、死。死神って私言うけど、死だけでいいかな。です。ですだからね、死。はい。これね、よく、初心者の方とか、怖いとか、誰か死んじゃうのとか、何これ怖いって思いがちなんですけれども、んなことはないんですね。まあ、死そのものを表すときもあるよ。でも、ほとんどは、違うんですよ。この13の死が表すのは、肉体以外にも死ぬ可能性の物事たくさんありますよね。例えば、古い習慣とか、ライフスタイルとか、仕事、行き詰まっちゃった仕事とか、ね。あるいはもうほとんどもうこれ終わってんじゃないかなみたいな人間関係とかね。そういう、もうなんか、もう死んでんなみたいな出来事とかあるじゃん、周りに。肉体的なこと以外にも。なので、それはなんか、また再生するには一回死ななきゃいけないんですよ。タロットは本来楽観的で、人生における何らかのそれの死がね、あなたをこう、屍にしちゃうわけじゃなくって、
死のカードの後にはね、パワフルな先生、パワフルな戦士が、あ、天使、戦士じゃない、天使が続くわけなので、ええ、そうなんですよ。古くなって使い古された悪いものをこうね、終わらせて捨ててるものによって、捨てることによって解放される。それが死のカードですね。死、これはね、いろんな天使に囲まれてるんですね。この上には恋人のカードがあって、あと下には審判がいるのか、並べると。あとね、細かい絵を言うと、この頭蓋骨は黒の鎖を身につけ、炎のような目をして、堂々とした白い馬に乗って、強い印象を与えますね。で、白いバラが書かれた旗は、死の力と純粋さを象徴しています。あとはね、川があるんですよ、これ。川があって、エジプトの船があるんです、これ。エジプトの船が流れてるっていうか、こう、行ってて、有名な古代エジプトの死者の書。その中では、死っていうのはある状態から別の状態の移行であるって説明している。うん。だから別のとこに移動するっていうことですね。うん。で、カードの下に並んでる4人いますね、ここで。うん。4人はね、馬の下には死んだ王様が踏みつけられたかのように横たわってるんですけど、彼は絶対変化は嫌だってこう抵抗して、こう権力とかをね、手放すことができない、こうエゴを意味してる。なんだか手放すことができなかったので、こうね、なんか死んじゃってるんですよ。で、馬の前には死期を、法王的な人がね、こう手をこうやって掲げて、いますけれども、両手を挙げて祈りのジェスチャーですね。これはこう人々が恐れを抱くことなく死に直面できるような教えと伝統です。はい。で、あと足元には子供と乙女がいます。少女と子供。どちらの髪にも花が刺されていますね。少女は一定のこう自己認識を得るお年頃であり、それゆえ死神怖いって、死は怖いって目を背けてます。こっち向いてます。一方で子供、まだもっとちっちゃい幼児は、純粋無垢な性質なので、恐れからの自由を象徴して、花のブーケを持ってて死神と向かい合ってるんです。あとね、この辺に塔が見えるんだけどね、塔が光ってるね。うん。こんな感じですね、死神。これ聞くと、あ、別にそんな怖くないや、みたいな。うん、なんかあんまり恐れず、悪いものを捨てて、古いものを捨てて、移ればいいんだ、みたいな抵抗せずね。そんな感じを受けたでしょう。はい。続いて、節制。はい、節制。これね、死神の後に書かれてますけれども、こう、死で手放し、委ねるっていう課題を、ここで無事に通過した時に、こう自らのうちに見出される性質を象徴しています。この天使はね、実際には不可解な、できないことをしてるんですね。水を斜めに注ぐことは普通できないでしょ。上下にこう流れるじゃん。でも斜めに注いでるのよ、この人。なので一つの意味として、自分の能力を超えてると思われてることを静かにやりなさい。穏やかで集中して無感情に見えるけど、うん、集中してやれ。言ってますね。あと、この天使はね、ミカエルであるって考えられてるそうですよ。ミカエル大天使。ミカエルっていう名前は神のような存在を意味しています。天使は片足を石の上に乗せてます。石の上。で、片足を水につけて立ってます。これはエネルギーの融合の一つの例ですね。水は感情を象徴します。何度も言うように。で、石はグラウンディングですね。現実世界。現実世界に地に足をつけるみたいなことを表している。で、天使の頭には中央に点がある円形。これは西洋占星術のね、太陽ですね。太陽のシンボル。で、昇りつつある太陽を見、これ、ここにも太陽ありますね。で、山の上に、輝いています。これは新たな命であり、また工事の意識。で、水辺のからの道ね。道はこう山へと続いています。この道は、冷静できちんとコントロールされて振る舞いに至る道っていうのを考えることもできる。で、右側にある花は、アイリスですね。勝負。
ね、アイリスの花ね、他にも出てきた気がするんだな、どっかで。うん、ギリシャ神話では女神アイリスは神々の使いを司ります。そんな感じですね。節制。やばい。昨日より時間がかかっているので、もう3本に分けないと無理かな、これ。待って、6本、ここの悪魔で一旦切ろっか。そうだね。はい。続いて悪魔。悪魔ね。はい。一番この中で重要なシンボル、この絵の中で。これ鎖です。二人のを繋いでいる鎖ですね。二人の人を拘束しているように見えます。で、鎖の輪を見ると、それに繋がれている人が自分で外して歩き去ってしまえるほど緩やかです。こう、ダラーン、ブラーンってしてます。ピーンって張り詰めてないんですよ。ね、逃げようとしないの。うん。で、なのでね、私たちはいつだって自分で選択を行う自由があります。状況がね、これだけ悪そうに見えても、どれだけ低いところまで堕落しようと、自分で変化を起こすことができるんだよ、みたいなのが、この鎖のダランとしたのを表してますね。あとね、恋人たち、ね、恋人のカードあったじゃん。あれのね、ダークなパロディにも見えますね。アダムとイブの背後にある果物と木の、葉っぱはね、悪魔に忠誠を誓って、こう、悪魔に転じちゃった人間の、お、これと重なってますね。身と、これ、この尻尾。まあ、でもそれにしても、このカードを見てると、この人たちは別に、不幸そうに見えないのよ、別に。不幸せそうに見えないのね。なんか、楽な姿勢をとってるじゃん。この人なんか、こうやってさ、フンみたいな格好をして。で、笑顔なのよ。ちょっと笑ってんの。ふふんってちょっと笑ってんのね。うん、なので、こう、セクシャリティ的なカードとかね、お楽しみのカードとかね、そういう風にも見れるよね。性的なイメージとかね、乱痴気騒ぎとかね。乱痴気騒ぎって言葉が。あとね、悪魔。この悪魔の手ね。法王の祝福のあったじゃん。なんだっけ、こうだっけ、祝福の時の法王のか、ね。あのパロディのように、こう片手を上げてるんだけど、2本の指が立てられ、どうなってんだこれ、こうしてんのか。ね。うん、こうしてんのかな。ね。物質世界こそが存在すべてであるっていうことを示してますね。上もなく下もなく、こう。目で見て触れることができるもの以外の真実はない。この悪魔のカードは言って。はい。悪魔のカードでした。ということで、先が長いので、もうここだけですでにね、25分くらい喋っちゃったので、3本にするわ。なんだかんだ。次、タワー10から行きますね。これであと最後6本やっておしまいです。じゃんけんして終わりましょう。玉巻じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキ、でか、チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。